よし、一丁やってみっか。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。リフーム。ファイティング。ボンバー。だったもんだからつい。このやる。どうするおめえたち。とっとと自分たちの星に帰るか。それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたか、バーター。どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。行くぞ。ああ、教えてやるぜ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。俺のパワーを見くびるなよ。これで終わりだ。クルシャーボール。これで終わりだ。クラッシャーボール。やったぞ。ざまあ見ろ。あれで平気だと。おら、トラの本気見してやる。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。これで終わりだ。クラッシャーボール。オラに元気を分けてくれ。何、お前を受ける。Thank you.
なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で妙でしょ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てで、あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだろう。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。よし、こっちも行くぞ。アバヨカカロット、ベジータ、スキャレギニュー隊長、俺も加勢します。クソ、ベジータがいなくなっちゃう。こっちから誰が手を貸せと言ったか、バーター。今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。ワクワクしてきたぞ。ありゃ、とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。こいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ベジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘い戯言をほざいていろ、カカロット。俺が始末してやる。はあ、死ね。バカめ、チェンジ。間に合ってくれ。なに、どけ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、カカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったな、ベジータ。これだ、ソラ。
ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。頼む、フリーザ、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザーをやっつけて。生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは。どうやって料理しようか。バン。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ。全部使い果たさねえと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけれど、元気玉使うしか。ほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。来た。貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては返さんぞ。
お次はガキの方かな。許さんぞ。欲望。わっ、ピッコロを連れてさっさと地球系で。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空。聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと?悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリリンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉々にしやがって。 85% 90%。 フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。しつこいくたばり底の犬。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。リリンのことか。リリンのことか。こいつはかわせんぞ。こいつはどうだ。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。耐えてくれその願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てを。聞いておったのか悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。こいつはどうだ。やめるな。
つはかわせんぞ。バラバラになりやがれ。ふっふっ、これがお前。こいつはどうだ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。何だ、無駄だ。うわ、しつこいくたばり損ないめ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。リリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。変えてくれその願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに。聞いておったのか、悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。オラをなめんなよ。まだまだ。こいつはかわせんぞ。ザバラになりやがれ。どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。
ロウ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老子様と自分のペースで修行すっから。そうか、わかった。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか、いいだろう。だがわざわざ移動することはない。やめろ。貴様誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。ついてこい、二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的はオラらしいかんな。なるほど、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算した数値をはるかに超えている。だが我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。お前の力を見せるがいい。終わりだ。オラをなめんなよ。何をしても無駄だ。すごい、なんという強さだ。あれがスーパーサイヤ人。俺たちとはまるで次元が違う。そうか。Hey!
ても無駄だ。メハメ、オラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人だ、上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ、ごはん。今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。お父さん、セルが動き始めたよ。ほらの瞬間移動なら一瞬でピッコロのところまで行ける。お父さん、ありがとうございます。を助けて急いでここから離れるんだ。はい。孫悟空だな。どうやってこの場所に現れた。お前の気は感じられなかったが。さて、どうやってだと思う。いや、聞いたところで無意味だったな。どうせお前はすぐに死ぬことになるのだから。そいつはやってみなきゃわかんねえさ。邪魔をするな、孫悟空。こいつは俺が始末するんだ。悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。キュー、藤本。まだまだ。どこ行った。出てきやがれ。17号、後ろだ。セルが。そろそろ吸収させてもらおうか。やるか。you
れが完全体か。素晴らしい。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ？やはり孫悟空、お前からやるのか。あ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかった。たのだがな。来い。はっ、はい、逃がせん。せよ。はい、はっ、はい、スタッ、うわー、うわー、スタッ、うわー、うわー、かりゃー、うわー、うわー、うわー、本気でやらしてもらうぞ。本気でやらしてもらうぞ。こいつはどうだ。メタ、降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。さあ行け、セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。気をつけろ。恐ろしく強いぞこいつら。腐ったれ。みんなすまね。こんなはずじゃなかった。うわっ、こっちだ。
セルジュリアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。さん、あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。悟空、お前まさか。悟空、
ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん。わあわあわあ、バカ、そんなやつ連れてくるな。悪いか、王様。ここしかなかったんだ。くしゅいつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバーイ。